ちょっと待ってね。ちょっと待ち。コメントが長すぎます。だってテロップ打てなかった。こうちゃんさん、ハートありがとうございます。ちょっと待って、もうちょい書くね。もうちょい書くんじゃない、もう一回書く。コメント長すぎますって。なんで打てないの。ちょっと待ってくださいね。あれ？なんで？これでできなかったらもう、あ、できた。やっとできた。どうも。長すぎて、したら次は絵文字が使えなくて、やっとできました。やっほー、星投げありがとうございます。皆さんとカウント、コメント、星投げ待ってます。その次にね、 SNS とね、連携してくださいって打ったら入らなかった。こんばんは。いや、文字がね、長すぎただけです。うん、ネイル変わった。だって変えた。元気さん、ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。星集め行ってきます。ありがとう、戻ってきてください。こんちくわ、こんにちは。そう、なんかでもね、もっと暗いね、赤だと思ったら全然ピンクみたいな赤だ。ショック。モリリンさん、ハートありがとうございます。みなみちゃんさん、ありがとうございます。イッサさん、モリリンさん、ありがとうございます。これね、昨日やってからね、ちょっとハマってね、もう一回やっちゃった。もふやまさん、クマありがとうございます。クマタワー。モリリンさん、ハートありがとうございます。クマありがとうございます。クマありがとう。三つ編みじゃないんですよ、フィッシュボーンです。このカチューシャもね、ちょっとね、つけて出かけたいけど出かけられないからつけてる家で。タコクリップさん、ありがとうございます。 SNS 書いといた方がいいですよね。ちっちゃいねこれね。集めてくれありがとうございます。何みたいな顔してるね、魚みたいな顔してるねかな、これわかんない。こうちゃんさん、ありがとうございます。斜めっちゃった、軸歪んでるみたいになってる。キツネルネールネさん、ありがとうございます。伊達直人さん、ありがとうございます。別の紙に置き換えたらどうでしょう。そうだね。じゃあ次の時に貼っときますね。あー、紙破れちゃった。
50カウント完了ありがとうございます。ハートありがとうございます。フライパンさん、馬匠さんありがとうございます。今何分経った？電波悪い？だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。6分、今日はここに今何があると思いますか？タコムスさんありがとうございます。何があるでしょう。何のお菓子？こうちゃんさんありがとうございます。コンペイトーです。コンペイトー、コンペイトーだよ。なんかツイッターでヨーグルトの中に入れるとすごい綺麗みたいなの見て欲しくて、星がコンペイトーに見えてきた。おいいねそれ。映えじゃないよ、だって実際ヨーグルトに入れて食べてないんですよ。それ見て食べたくなって買った。ふみっちゃんのやつ。マーコポンさんありがとうございます。フライパンさん、私飴とか舐めてられないタイプの人間です。ヨーグルトはただの危険。そう、きっかけすぎなかった。1位、本当だ、ありがとうございます。1位、本当にみんなあれだからね、いつ抜かされるか分かんないし、いつ何位になるかも分かんないから、一緒に頑張りましょう。赤堀きみえです。初見です。どうも、赤堀きみえです。カウント、星投げ、コメント待ってます。あのね、今日 ね何やろうかなって思った時に、ずっと握手会がないじゃないですか。だから握手会の代わりになるようなことをしようと思って。はっくん、タコありがとうございます。で、だからあの、私に握手会で聞きたいことを教えてください。かなり配信してから話してしまう。そう、あのね、あのなんか視聴者、違う、あの履歴みたいなやつを見たんですよ。配信履歴みたいな。ケイちゃんありがとうございます。で、ね、見てたらなんか今月が一番多くて、もうすでになんか2月は全部で2回しかやってなくて、しかもそれも10分と20分とかで、なんか月に30分しかやってなくて、それに比べて私今めっちゃやってんなと思ってびっくり。50カウント完了ありがとうございます。安ゆうすけさんありがとうございます。そう、月1配信プラスちょっとみたいな感じなんですよ、いつも。で、だいたいショールームするときは誰かがいるんですよ、隣に。それを赤堀君は毎日配信している。エアサイン会いいね。そう、普段やらない人なんですよね。西終わりありがとう。クリップさんありがとう。そう、だいたいえなちゃんが、そうショールームやろうって言って、あいいよみたいな、あ今月やってないからいいよみたいな
ケンプファーさんありがとうございます。ユータさんありがとう。クリップさんありがとう。50キミ完了ありがとうございます。星投げ終わったありがとうございますイベントあったら半年以上、何年違う、何ヶ月分のショールームをするんだろう私って感じのぐらいやるんですよ。 S ゆうすけさん、おかぴさんありがとうございます。そうだから質問はあったら、もしあったら送ってくださいっていう。S ゆうすけさん、かよアットマークさん、かよアットマークさんだよね。ありがとうございます。 S ゆうすけさんありがとうございます。ショールームに合わせて帰宅、おーありがとうございます。コウジさん、ゆうたさん、上海さん、 S ゆうすけさん、もうみんなありがとうありがとうございます。次までに考えてきます。もう次は違うことしちゃうからね。なんでショールーム月1なの？え、なんででしょう、わかんない。キャノンティー推しですが来ても嬉しいですか？もちろん。え、誰、なんか私、絶対私以外の推しの方も応援してくれてるんですよ、嬉しいことに。だから誰が私の方が応援してくれてるんだろう。上海さんありがとうございます。だるま気になる。ひみちゃん可愛い字を書くね。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。皆さんいっぱいありがとう。ね、すごいね、すごいよね、すごい、見て、すごい、本当にすごい、ありがとうございます。気になる。初めてキミちゃん見た時スクランブル出演だった時から、その時なんいつのスクランブルだろう、私いつスクランブルしたんだろう。フライパンさん、タコありがとうございます。ユタさんありがとうございます。カウントもありがとうございます。バショウさんありがとうございます。ありがとうございます。カミングルヘバー好き好き。え、 K2 公演かな、スクランブルした、スクランブルだっけ、スクランブルスクランブルかな。後ろの後ろさん、だるまありがとうございます。芭蕉さん、島民の方ありがとうございます。ほんとさやかちゃんもありがとうですね。 K2 公演でしかしたことないかな、 S かな、どっちか。スクランブルで合ってますよね、分かんなくなってくる言ってると。えなちゃんと一緒に K2 出た時行きました。めっちゃ昔ですねそれ、あの午前中ですよね、午前中っていうか2回配信の1回目。カズさん、ハートありがとうございます。合ってる K2 か。あの時はね、なんかね、めっちゃ楽しかった。 S は出れなかった、嘘、 S 公演ね、前日にそういきなり来て覚えた思い出がある。カズさん、クリップさん、フライパンさんありがとうございます。私 E 公演以外出たことがあって、でも E 公演出る前に昇格しちゃったっていうか、したので出るのかなって感じ。星拾いで離席します、ありがとうございます。はい、君生誕離以来に見た、私を生誕祭以来に見たんですか、それは久しぶりですね。キミちゃんのケツ1回しか見に行けなかった。え、でも私出ますよまだ出ますよ、全然ね、出る予定で。あ、鈴木エナだ、鈴木エナやっほー、ありがとう鈴木エナ。鈴木エナと初めて公演出た時の話してるよ。ゴーさんありがとうございます。45分です、皆さん3週目がいける時間になりました。そうです、あ、そっか、私もう正規メンバーになったからユニットやるんですね。 K2 公演とか出た時何やろっかな。
やばい、毎日アイドル。お久しぶりです、お久しぶりです。E に出るなら、ゆうたさん、ハートありがとうございます。 E に出るなら、あの雷鳴がいい、雷鳴がいい、絶対で。 K2 に出るなら、あの最後のやつ、18人姉妹みたいな、十何人姉妹だっけ。カップリングイズ、お示し、絶対ないでしょ。私だよ。こうちゃんさん、フライパンさん、ありがとうございます。いっぱいありがとう。か、あれ、話さないってやつ。違う違う、間違えた、の前の歌、ちょっと思い出せない名前。ジュエルの前のやつ、あのリターンマッチだ、がいいな。初恋泥棒いいですよね、かわいい。いつかね、やりたい。男役でも背ちっちゃいからね、多分男役できない。背ちっちゃいってか、私背が平均なんですよ。どっち、え、でも男がいい、男がいいけど多分女だから、男みたいなやつだから、私は奇跡は間に合わないを絶対にやりたい、絶対にやりたいんですよ。ルイボーさん、クリップさん、ありがとうございます。カイサさん、ありがとう。星投げありがとうございます。本当にね、やりたい、本当にやりたいんです私。本当、カツさん、あさん、あ、てんさん、ありがとうございます。クリップドットか、ドット、あ、ドットさん、クリップさん、ありがとうございます。黒、黒色は HKT か。しんちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは。身長印象よりも低い、157ですよ。赤堀さんと鍋ちゃんは思ったより小さい。本当？早く公演できるといいですね。だって公演だけでこんなに楽しい話がいっぱいできるんだもん。早く公演やりたいね。他のチームなかなか出れないかもしれない。研究生がね、10期もいて増えたから。星投げ終わったので島に帰ります。ありがとうございました。また来てください。足何センチ、 23.5 普通。今日は内野見れないね。それがね、昼にね配信した時見たの。ジャンクさん、ジャンク浦島さん、ありがとうございます。クリップさん、タコありがとうございます。とんでもなく可愛い。そんなそんな、ありがとうございます。本当にぜひフォローしてください。1月センターの手が来ない時には同じく何や、今やってるね、通知来た、私が始めた時に通知来た。休憩だけの滑り台見ないとね。もう一回青春ガールズ公演やりたいな。やるよね、見たいですよね。見たいって言って。朝霧さん、ケンプファーさん、ありがとうございます。ナイアンとこで星もらってきた、ありがとう。リアルみたい、また青が出てほしいね。青がね、いいよね、やりたいな。28日の青がに出る予定だったんですよ、2月の。そっから公演がねできなくなっちゃったから、あのメンバーでもう一度。ルイボーさん、ありがとうございます。
多分ね出ると思うよ。でブルーローズやりに行くもん。いつでもブルーローズだけスクランブルしに行くから。ルイボーさんありがとうございます。今さら気づいた。じゃあこれからあとまだまだ長いので応援してくださいね。大分と宮崎楽しかったな。ブルーローズだけですよ。もうね私はブルーローズだけ。金にもねちょっともうできないかな。星3周支援完了しました。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。10期で気になる子、私ね10期の気になること喋っただけ。喋ったって言ってもなんかああどうもどうもみたいな感じ。全通ね再開するといいね。どこだっけ、徳島、徳島ありますよね。徳島熊本の次徳島、熊本じゃない京都、違う分かんない。ここだけなら絶対時期ビブレて絶対ないんです。私本当にずっとリハ中とかずっとマジずっと笑ってるんでずっと笑ってるんでっていうのもあれだけど。和歌山か、徳島なかったっけ。あれじゃあどこだこれ。キンキンさんありがとうございます。京都行きたい、私も行きたい。徳島が4月中止になってですよね。リハって本当に楽しいんですよ。あの全体エコパとかなんかあったっけな最近。そうあの中止になっちゃったやつとかもうなんかリハしてて。ヒーターさんありがとうございます。リハしてたんですよ。神フレライブもねまた開催してほしい。絶対しようね、しようね絶対絶対したい。もういっぱい練習してもう完成ですっていう時に中止になっちゃったから。キンキンさんありがとうございます。神フレが横浜にまた来てほしいの。楽しかったなあの時は。楽しかった。チャンハイさんキンキンさんありがとうございます。なんか握手会ってさ全然握手会じゃなくなっちゃったね。コンペートもあるし。どうこの髪の毛、髪フレ、髪の毛フレンズ。髪フレライブ決まったら来てね。キンキンさんフライパンさんありがとうございます。髪フレーバーって書いといた方がいいかなこの辺に。あそうだ、ツイッターとかで質問とか募集したら質問してくれるのかな。お便り、キンキンさんだるまありがとうございます。初めて3周成功しました。ありがとう。する、え、なんか最近私ラジオをしたくて、ラジオをしたくて、あのお便りって言いたいんですよ。お便り、何々さんからのお便りですみたいな言いたいんですよ。星投げるよなーやん、ありがとうなーやん、ラブ。そうラジオみたいなやりたくて、ショールームで。そうそう私ラジオやりたい。だからもう勝手になんかもうどっかでやろうかと思ったぐらい一人でやりたい。アルワインさんありがとうございます。なやんありがとう。
もし私がそのお便り募集したらお便りしてくれます？アルアインさん、キンキンさん、ユータさん、ありがとうございます。ハッシュタグ作った方がいい。はい、もう作った、今一瞬で。はい、全部ひらがなの方が分かりやすいでしょ。リクエストはまああり、何でもありです。あれ、普通のお便り、普通歌っていますよね、なんかラジオとかで。ここでは一曲ですって歌っちゃうみたいな、絶対歌わないですけど。私、お悩み相談でもいいですよ、全然私が関係なくてもいい。もう好きな食べ物を聞いてくれるだけでいい。いつやろっかな、このラジオ。毎日やろうかな、楽しそうじゃない、毎日やったら。待って、ランキング読む。13位、ムスさん、ありがとうございます。待って待って、時間大丈夫じゃない。12位、カイサさん、ありがとうございます。11位、Sユウスケさん、ありがとうございます。10位、マコポンさん、ありがとうございます。9位、オカピさん、ありがとう。8位、ジャングさん、ジャンクラシマさん、ありがとうございます。あれ、7位、提督の亡霊さん、ありがとうございます。6位、コウジさん、ありがとうございます。5位、フライパンさん、ありがとうございます。4位、カツアットマークサーヤシカさん、サーヤのファンの方ですか、ありがとうございます。3位、クリップさん、ありがとうございます。2位、ケンプファーさん、ありがとうございます。1位、モフヤマさん、ありがとう、本当にありがとう。今ね、あって言ったのは58分だったはずなのに57分になった。で、今58分になった。キンキンさん、ありがとう。いつでも、いつやろう、いつやろう、いきなりやるから、みんなこれに質問、疑問、お悩み、疑問、何でもいいです。ごめんごめん、それにいつもビビる。びっくりしたの、58分だったのにさ、57分になったんだよ、時計が。そんなことある？よろしく。1位だ、1位ですよね、私の携帯合ってますよね。本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。このままここもここもここも一緒に頑張ってください、私と。また後ほど、あと1分だ。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ、ありがとうございました。1分って意外と長いんですね。60秒、ありがとう、バイバイ。まだね、59分。ギフトあっとるんだけど、ありがとうございます、本当みんなありがとう、バイバイ。でもね、まだ59分。あ、6時だ。バイバイ。